照明に火が灯りましたナイトゲームが行われます。横浜スタジアムからお伝えしてまいります。セリーグ公式戦、横浜 DeNA ベイスターズ対阪神タイガースの14回戦です。解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。西さん、チーム同士の相性の良し悪しというのはあるもんなんですか？まあおそらくですね、結果を見るとまああるようですね。やはりそうですよね。まずはベイスターズの先発浜口が横浜スタジアムのマウンドに上がります。さあタイガース打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか？西さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか、ここ注目ですよね。そうなんですよね。まあどうやって突破口を開くのかっていうのは、まあ楽しみに見たいと思いますね。そうですね。そのあたりがどういうきっかけで生まれてくるのか注目していきましょう。打ちました。センターに大きな打球、ぐんぐん打球が伸びている。伸びて打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これで4試合連続安打、ノーアウトランナー二塁です。さあそして打席には和田入ります。さあ先制を防げるかという場面。まあ先制がかかってますし、ここはしっかりアウトを取りたいですよね。なるほど、そうですね。初球抜けてしまったでしょうか、大きく外れます。バッターボックスの和田、今シーズン得点圏での打率は5割8分2厘となっています。落ちるボールでカウントを取っていきます。4球目は何で来るか、高め打ちました。ヤマト抑えてワンアウト。さあそしてバッターボックスにはバース入っています。勝負強いバッターですから十分警戒しておきたいですね。さあワンアウトになりましたが、得点圏にはランナーが残っています。まあやはり先制されるのは避けたいですから、しっかり集中したいですよね。なるほど、そうですよね。改めてお聞きします、バッターのバース、バッターとしてはどういう、引っ張った、取った、一塁送球アウト、ツーアウト。この打席でシーズン本塁打記録更新とはなりませんでした。さあそして打席には掛布入ります。まあ怖いバッターを迎えてますけど、しっかり対応したいですよね。さあツーアウトながらまだピンチは出していません。まあやはり先制されるのは避けたいですから、しっかり集中したいですよ。初球打ち、ここは打ち上げています。ファーストが落下点に入ります。取ってスリーアウトです。先制のチャンスがあったタイガースですが、そのチャンスを生かせませんでした。2回に入ります。タイガースの攻撃、バッターは注目のルーキー石峰。さてベイスターズの先発は浜口、ここまで10試合に登板して2勝6敗という成績。初球空振りです。引っ張った、サード取った、アウト、ワンアウトです。バッターは八木、昨日のゲームでは無安打に終わっています。まずはワンアウトを取っています。マウンド上のピッチャーは浜口、そしてキャッチャーは伊藤。このバッテリーをタイガース打線がどう攻略していくか。ボールになります。3球目打ちました。このフライはヒットになりそうだ。ヒットになった。ワンアウトランナー一塁です。バッターは注目のルーキー新庄、昨日のゲームでは2本のホームランを放っています。しっかり勝利に貢献しましたよね。さあ今日もバッティングは好調なんでしょうか。ヒットでランナーを一塁に置いています。打ちました、いい打球だ、伸びていく、どうだ、入れば先制、入った、ホームラン、先制のツーランホームランです。タイガース、これで3試合連続のホームラン。ベイスターズ先制を許します。2対0になりました。ここで一発を浴びてしまいました。しかしまだ2点差、後続はしっかり立って反撃といきたいところです。レフトスタンドに運ばれてしまいました、ホームランです。しっかり捉えて持っていきましたよね。ここでホームラン、先制点を奪われました。バッターは木戸、昨日はなんとホームラン2本を含む6安打の大活躍でした。しっかり打点を上げていい働きしましたよね。はい。さあ今日も好調を維持していけるんでしょうか。
ベイスターズ先制点を許す形となっています。最初は変化球できました。次が2球目打った、これもいったか、伸びていく、どうだ、入れば貴重、入りました、ホームラン、ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。真ん中に入ってしまったストレート、しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。ベイスターズ追加点を許します。3対0、ここで一発を浴びてしまいました。レフトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。しっかり捉えて持っていきましたよね。この序盤戦さらにリードを奪われます。次はピッチャーの打順ですが、先発のプロクターバッターボックスに入ります。ピッチャーの打席ですけど雑にならないようにしたいですね。そうですね。初球打ち、これで4連打、ワンアウトランナー1塁となりました。打順は1番に返ります。バッター真由美、先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。ヒットでランナーを1塁に置いて打ちました。ファウルになります。ここはゴロを打たせたいですよね。そうですか。さあバット、これはバット出ず三振です。ランナーそのままでアウトを取れたのは大きいですね。はい、三振でツーアウトとなっています。打ちました、ピッチャーゴロです。ヤマトセカンド送球、スリーアウトになりました。しかしこの回タイガース2本のホームランが飛び出しました。3対0、タイガース先制です。里崎さん、序盤での3点差、このあたりどのようにご覧になりますか。まあこれ以上点取られると正直きついですよね。ここで引っ張った、これはどうか、一二塁間を破る、先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。さあバッターは掛布、この打席でホームランを放てば今シーズン10本2桁へ乗せることになります。遅い球の後は速い球、緩急を使ってきます。3球目は何で来るか、インサイド落ちました、これはファウルになりそうです。これもファウル、打ちました、この打球は落ちそうだ、ワンバウンドヒットになりました。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう、バッターランナーは二塁到達、これで8試合連続安打、ノーアウトランナー三塁二塁です。さあそしてバッターボックスには石峰入っています。さあ追加点は許したくないところ、まだ序盤ですが、あまり初球打ち、スタンド一直線、門突き刺さった、スリーランホームランが飛び出しました。これがチーム3本目のホームラン。初球でした、しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。ベイスターズ追加点を許します。6対0になりました。十分警戒はしていたはずですが、ここで一発を浴びてしまいました。その際一気に6点と突き放されました。警戒すべき相手でした。ここで追加点となるホームランを打たれています。まあ正直これはきつい一発ですよね。点が入りました。序盤で早くもリードを広げられています。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあそうですよね、存在感が大きいバッターではありますけど、特に意識する必要はないですよね。なるほど、そういった攻め方をしていけるかどうか。打った、これもいったか、レフトが追いかける、そのままスタンドに入りました。ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。高めに浮いてしまったストレート、しっかり引っ張られるとファンの悲鳴の中フェンスを越えてしまいました。ベイスターズ追加点を許します。7対0、ここで一発を浴びてしまいました。バッターボックスには7番新庄、先ほどの打席で先制となるツーランホームランを放っています。まあバッテリーとしては最悪な結果でしたよ。打ちました、レフト下がっていく、下がっていく、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。なんと3者連続のホームラン。三塁回って今ホームイン、8対0。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。ピッチャーの状態ですが若干きつそうにも見えます。
ここは当然という交代でしょうか。ベイスターズピッチャーを変えます。右バッターが続く場面でコールされたのは平田。さあマウンドに上がったのは平田。今シーズン9試合目の登板です。昨日のゲームでは3イニングを投げています。さあ里崎さん打ちました。打った瞬間確信したか、突き刺さった。ソロホームランが出ました。なんと4者連続のホームラン。今ゆっくりと打ったバッターホームイン。9対0。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。ピッチャーに打順が回って先発のプロクターバッターボックスです。さっきは打たれてしまったんで、ここはもうしっかり抑えに行かないといけませんね。打ちました。ヒットになりました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達。これでマルチヒット。ノーアウトランナー2塁です。バッターの真由美、今シーズンの得点圏打率は4割8分4厘となっています。初球打ち、大きな打球になった。レフト下がっていく、入った。ホームラン、ツーランホームランが出ました。これがチーム7本目のホームラン。初球でした。しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。ベイスターズ追加点を許します。11対0。ここで一発を浴びてしまいました。2番バッター和田。インサイド変化球決まっています。得意のボールでストライクを取りました。2球目も見送っています。これが3球目。3球目見送っています。ボール。これが4球目。この球は外れています。打ちました。抜けていきます。ヒットになった。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁まで進みました。これで9連打。ノーアウトランナー2塁です。打った。大きな打球になった。この当たりはどうか。センター掴んでワンアウト。この打席でシーズン本塁打記録更新とはなりませんでした。バッターボックスは4番掛布。先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。ワンアウトになっています。結局ランナーそのままです。打ちました。外一塁送球、ツーアウトになりました。打席には5番バッター石峰。先ほどの打席でスリーランホームランを放っています。まんまと打たれてしまいましたよね。初球打ち、ここはフライになっています。平田が掴んでスリーアウトです。しかしこの回タイガースホームランで追加点を挙げています。11対0。タイガースのリード広がっています。4回の表タイガースの攻撃、バッターボックスには6番八木。先ほどの打席でソロホームランを放っています。うまく運ばれましたよね。はい、ベイスターズ厳しい展開で中盤4回を迎えています。さあ里崎さん、この回はきっちり抑えていきたいですよね。まあ点差はありますけどね、気持ちを切らさずにしっかり抑えていきたいですね。そうですね。さあしっかり抑えていきたい。打ちました。レフト下がっていく、下がっていく、入った。ホームラン、ソロホームランが出ました。なんと3打席連続のホームラン。三塁キャンパス回ってホームに帰ってきました。12対0。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。打席には8番バッター木戸。先ほどの打席でソロホームランを放っています。まんまと打たれてしまいましたよね。はい、今日はバッティング絶好調、3打席連続ホームランに挑みます。さあ3球目は何か。アウトコース決まってストライク。ワンボールツーストライクです。しっかり捉えた。切りました。ファールボールです。いい当たり、レフト下がっていく、下がっていく、フェンスダイレクト。これで3試合連続の猛打賞。ワンアウトランナー1塁です。
真ん中打ちました。切れていきます、ファウル。2球目打ちました、ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って3塁に向かう。バッターランナーは2塁まで進みました。これで3打数3安打の猛打賞、ワンアウト3塁2塁です。引っ張った、これはどうか、このフライはヒットになりそうだ。ワンバウンドヒットになりました。3塁を回っていく、そしてセカンドランナーも3塁回って、今ホームイン、タイガースが突き放します。見事なタイムリーヒット、14対0、ベイスターズもうこれ以上点はやれません。打ちました、取った、一塁送球します、アウト、ツーアウト。バッターボックスバース、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席はちょっとヒヤッとするような大きな当たりでしたよね、ここはバッターボックスには代打のオマリー。里崎さん、この場面で変えてきましたね。まあこれ以上点はやれないですからね、ピッチャーにはなんとか踏ん張ってもらいたいですね。そうですね、さあ一度気持ちを切り替えて踏ん張ってほしいところ。打ちました、高く上がった、ぐんぐん打球が伸びている、伸びて入った、ツーランホームラン、これで9試合連続のホームラン。初球でした、きっちり捉えられた当たりはフェンスを越えてスタンドに入ってしまいました。ベイスターズ追加点を許します。代打に浴びた一発でした。バッターボックスには4番掛布。ちょっとすっぽ抜けた感じです。高め空振り、この打球は3球目打っていきましたが、最後はファールグラウンドへの当たりで3アウトです。しかしこの回タイガース2本のホームランで追加点を挙げています。これから5回タイガースの攻撃です。そしてベイスターズはピッチャー5回の表、里崎さん、ここでこれ以上離されるといよいよ逆転が難しくなってくると思うんですが、いかがですか。まあそうですね、悪い流れを断ち切りたいですから、このイニングは絶対にゼロで抑えたいですよね。そうですね、ゼロに抑えられるか注目です。打ちました、これは大きい、伸びていく、ここはフライになっています。2球目打っていきましたがセンター掴んでワンアウト。6番バッター八木、今日はホームランを放っています。ワンアウトランナーありません。ジャストミート、これは大きい、伸びていく、ボールはフェンスまで到達しました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達、これで3安打猛打賞、ワンアウトランナー二塁となりました。さあ初球は何か、打った、左中間に強い打球、さあどうだ、フェンス直撃、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ、タイガース1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット、ベイスターズなおもピンチです。打順は8番木戸、今日はここまでホームラン2本を含む猛打賞を記録しています。もうこれ以上打たせるわけには、打ちました、取った、一塁へ送ります。ツーアウトになりました。さあバッターボックスには先発のプロプター入ります。まあ今日はいけるところまで行く感じでしょうね。そうですね、さあ追加点のランナーを置いた場面です。インサイド落ちました、これはどうだ、取った、一塁へ、一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回タイガース1点を追加しています。タイガース横浜スタジアムからお送りしています。ゲームは6回の表に入ります。タイガース打順よく1番から始まります。バッターは真由美、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。まあさっきはいいところで打たれてしまったんでね、はい、今度はしっかり抑えておかないと。打ちました、伸びていく、この打球はフライになっています。ストレートを打っていきましたがセンター掴んでワンアウト。2番バッター和田、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。大貫、まずは先頭バッターを打ち取っています。打ちました、
これでマルチヒット。ワンアウトランナー一塁となりました。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほど走ってきた、キャッチャー送球して盗塁成功です。まあここは点差が開いてるんでね、バッターを後ろことに集中したいですね。なるほど、そうですか。力のあるまっすぐですね。はい、アウトコース空振り、引っ張った、ファーストを取った、一塁そのまま入ってアウト。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあ強打者のイメージがね強いんですけど、逃げずに強気のピッチングでいきたいですね。ああなるほど、やはりバッターの特徴をついた攻め方ということですね。外の低め見極めます。外れました。さあ4球目は何か。打ちました、難しいバウンド、セカンド取った、一塁送球アウト。際どいタイミングでしたが3アウトチェンジです。タイガースサードランナー残塁に終わっています。西さん、こういった試合は流れを引き戻すというのは簡単なことではないですよね。いや本当ですね、まあ、精神的にきつい試合になってしまいましたね。そうですよね。ファウルになります。低めの変化球です。次が4球目。この球は落としましたが決まりません。打ちました、これは大きい、伸びていく、このフライはどうだ、落ちるか。今日はバッティング絶好調、この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。やっぱりスリーベースが一番難しいですよね。打力だけでなく足も必要になってきますからね。そうですか。さあこの場面でサイクルヒット達成なるんでしょうか。打ちました、これは大きい、伸びていく、センター深いところ破っていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。今日2本目のツーベースヒット、ワンアウトランナー二塁となりました。ここでタイガースダイソーを送ります。松永セカンドランナーに入ります。7番バッター新庄、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。さっきはしてやられましたよね。はい、ここは初球打ち、この打球はフライになっています。掴んでツーアウトです。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあそうですよね、存在感が大きいバッターではありますけど特に意識する必要はないですよね。打ちました、左中間に大きな打球、この当たりはどうか、ボールはそのままフェンスに直撃、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁まで進みました。タイガース1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット、ベイスターズもうこれ以上点はやれません。バッターボックスには代打の亀山。里崎さん、この場面で変えてきましたね。まあ相手は完全に突き放しにかかってますから、なんとか跳ね返したいところですよね。そうですね。さあ一度気持ちを切り替えて踏ん張ってほしいところ。まずは変化球から入りました。2球目は何で来るか。打った、これはどうか、外野ヒットになりそうだ、右中間破っていきました。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ、タイガース1点追加します。右中間へのタイムリーヒット、ベイスターズなおもピンチです。打順はトップに帰って真由美。打ちました、高いバウンド、ショート取った、一塁送球、これで3連打、ツーアウトランナー三塁一塁。バッターボックスは2番和田、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。初球打ち、サードランナーホームイン、タイガース1点追加します。センター前へのタイムリーヒット、ベイスターズなおも二塁一塁のピンチです。オマリー打席に入っています。
まず変化球を見せてきました。あっと外れた。うん、振り遅れてますね。打ちました。さあどうだ、このフライはどうだ、落ちるか。うまく滑り込んで取った。いいプレーが出ました。しかしこの回タイガース3点を追加しています。タイガースのリード広がっています。さあそしてここからはラッキーセブン、ベイスターズの攻撃に入ります。これから8回タイガースの攻撃です。一方ベイスターズはピッチャーが変わります。藤岡が4番手としてマウンドに上がります。点差が大きく開いた場面での登板となりました。さあマウンドを任されたのは藤岡、今シーズン9試合目の登板です。昨日のゲームでは2イニングを投げています。インコース決めてきた。ノーボール2ストライク。低めの変化球は決まりません。ファウルです。打った、取りました。ワンアウト。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。ここは初球要注意でしょうね。狙ってくるバッターですからね。なるほど、どういった攻めを見せてくるか。初球ストライク。打ちました。レフト下がっていく、下がっていく、フェンス直撃。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これでマルチヒット、ワンアウトランナー二塁となりました。打った高く上がった、頭上ぐん入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これがチーム10本目のホームラン。初球でした。しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。ベイスターズ追加点を許します。ここで一発を浴びてしまいました。次はピッチャーの打順ですが、7回から登板の守屋がそのまま打席に入ります。大きくリードしてますし、もう少し投げさせたいということでしょうね。そうですね、バッターボックスには代打の江越。まあ少しでもリードを大きくしたいですよね。初球ストライクを取りました。大きく外れました。さてこの江越どういうバッターなんでしょうか。まあ目の覚めるような速い打球を外野オーバーまで飛ばすことができるバッターですね。なるほど、そうですか。打ちました。これは浅いフライ、ヒットになりました。これで3連打、ワンアウトランナー一塁です。今日はバッティング絶好調。この打席で3ベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。キャッチャー二塁送球する、盗塁成功。まあこの点差ですからね、ランナーよりもバッターですよね。なるほど、打ちました。センターへ打球伸びる、ここは打ち上げています。センターセカンドランナースタートを切る。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。まあさっきはいいところで打った、ぐんぐん打球が伸びている、伸びてライトオーバー、サードランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。ライトオーバーのタイムリーヒット、ベイスターズなおもピンチです。今日はバッティング絶好調、この打席で3ベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。このボールは見送るのが精一杯、ストライクです。ここは見ます。高めに来た変化球ですが空振りです。ワンボールツーストライクです。大きく外れました。低めは外れました。フルカウントです。バッターこれはどうか、ヤマト一塁送球します。これで4試合連続安打、ツーアウトランナー三塁一塁。
バッターボックス和田、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。さっきはしてやられましたよね。はい、ここはバッターボックスには代打の糸原。まあ少しでもリードを大きくしたいですよね。初球は何で来るか。初球抜けてしまったでしょうか。大きく外れます。ランナースタート、キャッチャー送球してセーフ、盗塁成功。まあここは点差が開いてるんでね、バッターを後ろことに集中したいですね。なるほど、そうですか。痛烈、これはどうだ。一二塁間を破る、ホームに送球する、サードランナーホームイン。タイガース1点追加します。ライト前のタイムリーヒット。ベイスターズなおも三塁一塁のピンチです。バッターはオマリー。緩い変化球、まずは見送ります。2球目打ちました、ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう、三塁タッチもセーフ。タイガース1点追加します。ライト前のタイムリーヒット。ベイスターズもうこれ以上点はやれません。ベイスターズピッチャーが変わります。4番を迎える場面で、バッターボックスには代打のアリアス。タイガースこの回は打者一巡の猛攻となっています。一塁牽制、一塁はセーフ。初球打ち、これはどうか、取った、一塁へ送ります。判定はアウト、スリーアウトチェンジです。しかしこの回タイガースツーランホームランで得点を追加しています。タイガースのリード広がっています。さあ里崎さん、だいぶ厳しい展開とはなっているんですが、最終回になりましたね。まあ最後まで諦めないと。初球打ち、高く上がった、センターが下がって入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン、初球でした。打ち返された打球は大きな当たりとなってスタンドに届いてしまいました。ベイスターズ追加点を許します。ここで一発を浴びてしまいました。今日はダイソーで途中出場の松永、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。まんまと打たれてしまいましたよね。初球打ち、この打球は落ちるか、どうだ。梶谷抑えてワンアウト。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。前の打席はしっかり捉えてましたからね。ええ、まあタイミングが合ってるようなんで、ここは注意が必要ですよね。そうですね。ワンアウトになっています。ここはフライになっています。ショートが構えます。取ってツーアウトです。今日はバッティング絶好調、この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。ちょっとすっぽ抜けた感じです。2球目打ちました、大きな打球になった、レフトバックする、バックする、入りました、ホームラン、ソロホームランが出ました。これが今日3本目のホームラン。真ん中に入ってしまったストレート、しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。ベイスターズ追加点を許します。ここで一発を浴びてしまいました。ピッチャーに打順が回って8回から登板の島本がそのままバッターボックスに入ります。まあベンチとしてはもうピッチャーを使いたくないんでしょうかね。そうですね。2球目打ちました、セカンドの左抜ける、一塁蹴って二塁に向かう、バッターランナーは二塁まで進みました。ツーアウトランナー二塁。今日はバッティング絶好調、この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。
さて西さんも1999年に対広島戦でサイクルヒットを達成されていますが、当時を振り返っていただいていかがですか？最後はホームランだったんですけども、ラッキーでしたね。レフトに持っていった、ぐんぐん伸びる、入った、ホームラン。真由美、さらにダメ押しの一発、今シーズン第29号のツーランホームラン。これが今日2本目のホームラン。ベイスターズ追加点を許します。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。まあさっきはいいところで引っ張った、ファーストが取る、一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回タイガース3本のホームランで追加点を挙げています。タイガースのリード広が、残念ながら DeNA ベイスターズ敗れてしまいました。西さん、負けたチームとしてもこれぐらい一方的な方が逆に諦めがついて気持ちを切り替えられるといったこともあるかもしれませんね。まあただね、やはりね、反省点は非常に多いと思いますね。ですからこの負けをぜひ次に生かしてほしいですね。勝ったタイガース大量点を取って大勝ということになりました。一方の DeNA ベイスターズですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームは DeNA ベイスターズ敗れてしまいました。今日の解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。